こんにちは、バイシムくんです。さ、普通のドミネーション実況やっていきます。はい、アルファ取れちゃったので、ドミネに限る。さっきチームで詰まっちゃったんだけど、やっぱり EH のチーズスーツだって言ったけど、ごめんなさい、EH も本当にこんなね、いうふうに私の中で結論つけてしまったんですけど、ダメですか。なんか昔のゲームってね、なんか神系に覚えちゃうんでね、一個前の思い出補正とかさ、楽しみとかね、思い出とかもあるから、ね、あるかなって。おっ、待って、俺、辛くなったら、めんどくせ。よし、よしよし、一回これ配置しよう。降りては来なそうだな。そしてアルファも取られてる、かなり危険だな。一回戻るか、アルファの方戻りましょう。っていうか、裏から来てるから、あれやらないといけないやつだ。あー、また死んだな。こっちから来るやつだ。あれ、強ポジだな、多分。やばいな。この時はグレーを投げて時間を待って、ちょっと待って。あー、もう無理、さすがに無理ですね。結構人数が多いサバなのか、包囲殲滅されがちになるから、まああんまりまともに撃ち合わない方がいいな。逃げつつ逃げつつやろう、包囲サバは。そしてなんだここは、やーべーな、これ変な場所湧いちまった。想定する中です、割と最悪の場所かもしれない。あぶね。さて、敵がこいつに夢中になってるから、多分こいつやりたくなってやる。こういうのやらないとね。よし、そして俺に敵が向いてるから、こっち行ったふりして、なんだ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 。あの敵何やってる。え、しましょ、味方って、味方何やってる。すげえプレイしてんの。いつの間にか死んでたみたいな。まあ、よくわかんないね。下と上に分かれて、ダラダラしてたのかも。さっきのやつらやりに行くか。後ろはもういないだろ。上か。大丈夫だな。ただもう味方がやってくれそうだね。もし味方がやるでしょう。おしまいおしまい。さて、上に。かなり危険だ。ああ、これにいいのか。敵にグレーでも掘り込んでこう。アルファ行ったら絶対いいような気がするけどな。ここの上行っても、いいことないんだけど。危険だ、危険だ。さっさと行こう。はい、ムシムシムシ行きます。ああ、ダメか。無視できない。割と、この人数のドミネーションやったことないけど。強ポジが重要そうだね。こんだけ多いと。やはり。やはり、B フェイスもそうだけど、なんか、人数が多い。まあ、B フェイス、コンクエストで歩兵の人数がすごく多くなるけど、人数が多ければ多くなるほど、やっぱりなんか、あれになるのかな。芋ポジ重要ゲーになってくるのかね。っていう気がする。あ、ね。あ、こっちに気が向いたら。あとは、いっぱい流れ込んでる。上にいるのかな、あれ。あんな、あんな使い方してる。ああ、これな。あれはもう壁ぶっ壊さないとどうしようもない。もし新拠点も取られてる。あれ押されてるようだけど、そんな押されてもないのか。うん。いや、 B は。あー、 B 蹴るか。無理だ無理だ無理だ。危ない危ない。あー、これ完全に目つけられてる。死ぬぞ、まだ。
げよう。あー死んだか。あ、じゃあこんなとこにいたんだ。助けてやれよ味方。この人、この人助けてやれよ。さっきのスナよくわかんないな。うん、味方の流れよ。味方のそばで湧きたいな。味方のそばに紛れてコット戦法だな。味方をおとりにしつつ前進するか、結構ガッツリ祈るか。やる仕方ないから。こんなこと言うから嫌われるんだろう。こんなこと言うと嫌われる。やっぱりあれか、ほんと病気らしくて、ようこそ、お前ようこそみたいな、ようこそようこって感じのノリで言ったんだけど、僕の FPS 実況へようこそ。ほら、僕と一緒にエースの打ち方を学ぼう。さあ、エースの打ち方だよ。まあそれ常に言ってよ。それやべえ。ちょっと固めてるね。この攻撃状況多分一番チーズ数が増えるな。増えるけど、あんまり積極的に増えていけねえな。これが取られた。入れたい試合だったな。裏側行ったな。それはやはりサプレッションだな。サプレッサー使ったことない。サプレッション、サプレッサー、サプレッサー。ノサバはサプレッサーな気がする。割とマップ見てる人はマップ見てるから。あの、5対5のサプレッサーが大事じゃないか。ここ全滅させやすいんだ。いや、全滅しやすい。そうだね。ここで撃ち合うのか。危険だぞ。ガーッて。もしかしたら敵が顔出してくれるかもしれないから。あの、見えなくなった時はガーッて撃ち続けるから。結構ね、有効だと思う。この戦術だと思います。ああ、どうしよう。これもう死の宣告みたいなもんだからな。そば、なんかそうそう、アップデートでヘッドショットの価値が上がるらしいね。なんかある程度の距離まで2発になるんだとか。うん、ちゃんと当たってくれたらいいな。ちゃんと撃った球になればそれでいいんだけど、2発とかにしなくてもそんなことはいいわ。それもありだな、こういう風な。あ、なるほど、ちょっと近距離戦があるのか、BF のドミネのこの大人数は。これまで、これで、これで、C を、C に駆け込みでらしよう。まあ、いらっしゃらない。A の方に行こうかな。なんでこの人たち、やばいやばい。バーゲンセールだ、バーゲンセール、ここでバーゲンセール。バーゲンセールだ、ナイトリックセール。ナイトリックセール、バーゲンセール。下いるんですかね。あー、いてるか。あれ、それを突っ込んだらダメだな。ハマスか。まあ、AKでも使うか。エース兄さんのサプレッサーやめた方がいいよ。サプレッサー使うんだったら永久の方がいいする。おおおお、何だ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 何
ところで起こすのは難しい。何もできませんわ。うわぁ、もう絶望とはこのことだ。30キル40キル取らないとな。このペースあまりよろしくないぞ。赤チームちゃん任せてくれ、任せてくれ。負けねー、負けない、負けた。うわ、この人、この人何やってんの。あ、この人死ぬな。一緒しっかり取れた、取れた。終わりか。PS3 の時はね、コンペスでプランスしてて、その C4 使いみたいな言語兵が、なんかそういう、こう、楽しさみたいなのがあるんですけど、どうやら、ルールというか、兵しかない。PS3 のコンペスも楽しかったね、プランス。多分知らない人はすごい、PS3 のやつが多いと思うけど、PS3 のコンペスも非常に楽しかった。おしゃべりらしいだな、これじゃ。全然実況プレイじゃねえな。おしゃべりラジオ、倍賞かな、おしゃべりラジオだこれ。あ、これでいいんだけど、タイトルにつけとくじゃん。だって、C が大事。ADS のね、いるっていうのはやばいなってくれ。ちょっと勝負してみるか、たぶん勝負してみるか。もう勝負しに来い。勝負しに来ないよ。何をしとるか。勝負しに来ない。すげえ近くに。見せしてやろう。ナイス。スパイダースナイパー。言ったら打ち替えないとな。ソ連のスナイパーかよ。スターリングラードのスナイパーかよ。一回打ったら打ち替えるって。
はい、次。さて、じゃあもう調子いきますか。危険だぞこれ。うまい。うまくリロードされてるよ。マジか。いやリロードされてねえか。まだだったな。まあ、しゃあないね。やっと追いついてきたやつ。でも相手にやっと追いついてきました。スカイチか。もうそればっかだったんだよね昔は。昔というほど昔は昔話だね。ちょっと前までそれが非常に強くて、ボッカーとかなんかハマスしかいませんみたいな。使いたい方で、一応これシンガポーサーバーでも何でもありサーバーで、トーマスだろうかシーコンだろうか、SNS だろうか何でもありサーバー、そういうのの方が普通かもしれないけどね。この裏にあったみたいな。メッキ、あーそっか、打ち合うべきじゃないの。もう打ち合っちゃう。心と体が止まらない。裏の方に、はい、こっちが行ったら裏取れるし、当たりやすい。まだいない。まだあなたすげえ周りにいっぱいいた。味方も味方、敵も敵だが味方も味方もよくわからない。この辺でじっと待ってるな。あ、今度は起こしてくれないな。あ、これはチャーリーに湧くでしょう。もうこれはチャーリーでしょう。とりあえず通さなかったんだけどな。
アルファ取らない、取らない、取ろう取ろう、俺取らないけど、いるっしょこれ、こっちから来ると思う。あ、え、マジで引っ込んだ後やられた。マジか、しゃあない、頭いった気がしたんだけどね。飛び降りようと思ったけど無理だったな。野沢で援護兵やってる人は趣味かな、宗教的理由か。援護兵とかってなんかよっぽどじゃないと辛い気がするんだよね。回復はできないし、よっぽどじゃないと辛くない、辛いことじゃない気がするんだけど、宗教的な理由でもある。皆さん画面と自分の近くどんくらいにします？この人 すげえ横にぶれながら撃ってる。あのね、割と近くにとかね、ちょっとね、この人体勢とかね、姿勢とか変えた方がいいと思うね。その伸び悩んでる人とか、割とね、私もね、伸び悩んでるとか姿勢変えたり体勢とかそういうことをして調子悪い時はなんか紛らわせてたっていうかさ、合わせて。アシスト入ってたのか。たまになんか変なアシストあるんだよね。明らかに距離減衰しないのに、え、そのダメージおかしくないみたいな。どういう原理でそんなダメージ出なかっただけか。おい、ちょっと追いつけないな、微妙に。まだ追いつきたいんだけどな。 C に C マジ、え、横、うん、しゃあない。あー、あと1ダメージでキルアシスト入ったのに、75からキルアシストでキルしたのと同じ扱いになるからね。それいかなかったらちょっとショック。AK サプレッサーはね、多分一番のサバで多分活躍できるんじゃないか。あ、エース来ちゃった。これエースでやると読めないな。てか、あんな遠くからちゃったら本当なんだよ。ね、見えなくてガーって打ち続けるから、一回死んでるから、くれ投げるとかね、
強敵と。それでは上にいるのか、敵ではない、敵がないか、ちょっとしちゃった、これ以上やばい、これ以上やばい、これ以上やばい、これ以上はちょっともう無理だ、よし帰ってきた、よしやった、あいい感じだな、ちょっとだん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 なんか調子できた、上攻防戦だな、あこれまずい、これは危険、味方をおとりにしましょう、おとり起きろ起きろ、おとり2号、こんなこと言ったら叩かれますな、ああああやべえ、あとちょっとか、あもしかして俺がおとりになる番か、あ俺おとり3号になりました、おとり3号いきます、おとり3号できたい、できたい、あ遅い、見事おとりの役目を果たしてねえじゃねえか、敵やってねえぞ、あでもこれで66キレ取ったね、いや厳しいぜこれ、厳しいってこれ見えねえし、これもうなんなんだこれ、これひどいな、これボコボコだ、みんなが出る気なくなったら終わりだな、ようやく1位取れたね、よかったよかった、これに安心せずに、ちょっとさぞなお精進が求められるところである、どうするべきか、あーマジか、なんで侵入してんだ、あ起こされるか、今起こされた、よし待って待って、おとり行け、おとり頑張れ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 、私のおとりです。ダメだ。うん、そうです。やれなかったな。こういう時 AEK がいいね。瞬発力の高い武器持っといた方がね、まあ、本当におとり、おとりでもね、やれたりする。これでいいかな。あと、なんか、やばいね。これワンチャン越されるぞ、2位のやつに。こいつやれるか。あー、味方がやっちゃった。やっちまったぞ。やばいやばい。キルが足りない、キルが。血が足りない、血が足りない、血が欲しい、血をよこせ、血を、まあ、それやるか、うわひでえなこいつ今のあれ使ってるな、クイッて覗くやつ、ああこの広まってんのか、割と何のことか言わないやってるやつもよし、69キルやった、よし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 、あぶねえ69キル、なんとか1位守ったね、はい GG バイバイ。